やっぱ中段だよな。中段の半属性多分すげえ食らってくれると思うから、そこからのセットプレーを仕上げとくっていうのはすげえ多分大事な気がする。あとね、中段には、二つ種類があって、見てから立つことができない人っていうのと、立っても反撃ができない人。この二種類がいるんですよ。で、まあ一応三種類にすると、反撃やすいキャラクター。まあこれキャラ対策になるんだけど、3番目は、まあキャラ対で使えるわけじゃないですか。この中段、食らって弱小竜しか食らわないっていうのであれば、ガンガン使っちゃってもいいんですよ。だってそれってすごく難易度が高いから。ミスしたら、美味しいし、ミスしなくても弱小竜しか食らわないんだったら、じゃあ打っていいよねっていうのが結構キャラ対策としてある。で、二つ目はもう人だよ。いや別にこれ中段、ね、使って反撃できないんであれば、これ使っていいじゃん。ってなりますよね。反撃できないんだったら。で、最後に、見てから立つことができない。もう、これはもう 100% です。打って OK。打って OK。やっぱね、そこら辺を、どう判断するかだよね。その、対戦中に。結構ね、やっぱ、おじには厳しいんですよ。中段立つの難しい。でも、立ったらきちんと反撃しようっていう、意識を持ってる人には、マジでね、中段って怖い選択肢。だから俺、マッチャボーとかマジで打ちたくねえもん。